卡库萨库，做啥菜？哒哒哒呀！卡库萨库，做啥菜？我就我就先のこ使うで。嘘やろ、おい。嘘やろ、おい。今回、卡库萨库超スタイ。うん。え、卡库萨库超スタイちゃう？取れちゃう、取れちゃう。取れちゃうやん。危な。危な。全部使うか。トレジャーシュタインジャー始まりました。イエーイ、今回トレジャーシュタインジャー、火山編でございます。火山編いきましょう。いいね。はい、ということで、前回盛岡まで来ました。来たね。このドス金魚と神秘の金面みたいな手に入れて、で次火山です。来た。とうとう火山がやってまいりました。オッケー。で今回火山のトレジャーをちょっと説明していきます。オーケー。一つ目、バサルモモ。バサルモモ、これ10番の虫闇ですね。それだけなんや。これだけ、ここ以外出ない。多分相当厳しいことになる。やばそうやな。で次が斧の小鉢。これが28のピッケル。オッケー。2番8番のピッケルで出るらしい。オッケー。これきついよ。これもう28しかないから。そうやな、少ないな。うん。で次が文献。文献、これ超レア取るじゃん。ああ、超ゲーか。これが、破かれた古書と、うん、古書の切れ端、だから古書を完成させるってことやな。そやで。これがもう結構ややこしいのよ。ややこしいな。採取が6、7、8番の3番ピッケル。オッケーオッケー。で次が2、3、4の採取と50ピッケル。おお、ややこしいな。ピッケルがバレ大事。ピッケル重要。今回ピッケルやばい。ピッケル出たら6、7、8採取しに行く感じ。そうそう。いや、ピッケル出たら3番やね。3番系。で、これが50ピッケルやな。オッケーオッケー。で、メテオテスカトル。メテオテスカトル。これ8番の採取。シンプル。シンプル8番の採取。もう1個がやばいね。ゴラビモスの尻尾。えぐいな。それメテオテスカトルって言ったらさ、なテオテスカトルとか思い出せやろ。うん、これグラビの尻尾から出んねん。えぐそうやな。か8番、うん、で次が最後やね、グラビの秘宝。おうおう、これがまだ尻尾剥ぎとる。尻尾大事やな。だから今回グラビの尻尾から2パターン出るから、しかも両方運搬やから。運搬エゴない。両方運搬や。火山の運搬エゴいな。でクラドリー競争薬の使い方が重要になってきます。肝やな。うん、いいね。あのバサルモモの肝とあの合わしたね。オン。まあ、尻尾任してくれ。うん、切ってくるわ。尻尾任します。任してくれ。いきましょう。尻尾切りたい。とりあえず俺なんかピッケルとか虫やみしてくるわ。とりあえずオッケーオッケーオッケー。まあまあ頑張りましょうや。レッツゴー。まあ、下ろせた。下ろせてない。下ろせたい。サンキュー。レッツゴー。サンキュー。むちゃくちゃ。さあ始めました。よっしゃ行こう。何持とうかな。とりあえず地図もらって。クラドリはある。3つある。1個渡す。1個ちょうだい。うん。でピッケル持ち紙いただいて回顧薬もらうわ。オッケー。俺戦闘強なのか。なんかあのペイントボールとか閃光弾とか全部持っていってください。どうなんしてん。ほん持っていこう。オッケー。え、せい強制薬持っていこう。あれない。何、待って、眠り投げないともらってきていい。全然あげる。尻尾いるわ。他はちょっとあげようかな。他もいらんわ。うん、他いらん。いらん。携帯、あ、携帯でしょ。待って、これあれないわ。何がない。あれ、千里眼。あー、探しに行かな。厳しさあるね。探しに行かな。いや、ちょっと待って。なんで、お前も一番来い。なんでコーラードリンク渡すわ。あ、オッケーオッケーオッケー。とりあえず1個だけ渡すわ。1個ちょうだい。オッケー、これ持っといて。ちょうだい。オッケー、 ありがとう。とりあえず俺はこれで2番先行くわ。2番の8番のピッケルの斧の小鉢、まず持っていきます。ラジャラジャ。で、その後10番行くわ。オッケー。で、それで虫網してくる。とりあえず俺グラビ探してくるわ。そう、グラビ探しを旅出て。やっぱ火山の中おるよな、グラビ。絶対火山の中。いや、もうクラドリ必須よ。ファンゴ。とりあえず2番のピッケル見つける旅。ちょっとファンゴ1匹だけやった。あ、ナイス。何出るの、何出るの。ピッケル、これかな。とりあえず2番のピッケルやから。だからファンゴ一応、買っといた。ナイス。ごめんな、ファンゴ。オッケー。カモン。斧の小鉢、ここで出るはず。流石しよう。いらない。いらない、これは。カモン。じゃあ、行ってきやーす。オッケー。行ってらっしゃい。どっか、ご覧見つけたら、ペイントもつけといて。オッケー。うわ、出ないね。あ、これ、今いらんね。くっそ、斧の小鉢、どこ。斧の小鉢。これでも、グラドリ節約した方がいいよな。節約に絶対いると思う。節約。ちょっと食らってから、飲んだ方がいいよな、多分。やんな。ちょっとくら守りの爪。守りの爪？あ？何ここ。え、違うかな、ここなんか違う気がする。ちょっと待って、俺他のちょっとピッケル探すわ。オッケーオッケー。なんかあったくない、ここら辺。おい、え、グラビ、グラビ、グラビ、え、グラビって白かったっけ。
グラビ白い。え、なんで白いんこいつ。グラビって白かった。あれ、え、グラビ白なの。そんなもんやグラビ。でもグラビか。グラビそんなもん、グラビそんなもんよ。あ、待って、ピッケルが全然ない。あそこしかないんかこれ。見ますよ。え、2番のピッケルそこだけ。あ、終わった。これやっぱなんかちゃう思て。眠った眠った眠った。ナイス。しっぽりためさん一回行こう。龍騎石カモン。あかん。2の3。はい。取れへん。さすがに取れへんな。さすがに取れへんわな。そりゃそうやわ。あっか、無理や。何か、ほんまか。ペン、あ、これ以上何もない。ほんまか。待て待て、ペイントつけない。ペイント、ペイントだけつけた、つけた。オッケー、ナイスは。一発外した。3番ね。3番に今グラビがいて。了解了解。ドスイオスおんねんけど。ここもピッケルなのか。待て、ドスイオス。さっきのピッケル場所。ドスイおるよ、ドスイおる。ドスイおるよな。ドス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 。あ、やから、あれか、あの、なんていうの、ボックスに解毒薬あったんか。そういうことか。あってない。公開グレードこれ以上持てません。そりゃそうや。出すぎやろ。くっそ、斧の小鉢ないんかここ。え、マジか、やばいんちゃうねん。やばい、全然出えへん。これはやばいぞ。やばいぞ。初めてもゼロ来るぞ。初めてもゼロあるかも、マジで。え、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 やっぱやっぱ。待って、これ一回諦めて8番あるか。8番結構重要やったよな。8番ちょっとピッキルしても良さそうな気ぃしてきたな。いや、これ8番か。8番あるか。いや、ピッキル壊れた。1個壊れた。ちょっと待って、8番行くわ。さすがに8番行く。オッケーオッケーオッケー。とりあえず10番の虫網だけ気合でしてくるわ。もうそこで出したらええねん。そう、こう10番の虫網でバサるもん。もう出したもん勝ちやからな。ちょっと待って。おらーどうすこい、邪魔やねん。いったら、うん、どこや、虫網。虫網どこや。バサルめっちゃ動く。こんな動くキャラやったっけ。虫網どこですか。待って、バサルちゃん、バサルちゃん。虫網、虫網。え、10番の虫網ってどこ。え、何を言うてまんの。え、10番の虫網探せ。え、あ、あるはずや。俺のタイルいった。お前ぶち殺すの。怖っ怖っ。おら、でも10番の虫網言ってたよな。言うてた言うてた。え、10番の虫網。尻尾取った、尻尾取った。虫網担ぎを手に入れた。え、熱熱熱熱熱。10番の虫網、あの尻尾3番にありやす。尻尾3番ね、オッケー。尻尾3番、尻尾3番。どうせ消えんから後で。3番結構熱ない、運ぶの。3番熱いな、3番熱いな。まあまあ熱いよ。3番熱いよ。3番に尻尾あり。え、虫網このまま倒すわ。俺流れでドスイオ、ドスイオスも倒しとくわ。たぶん運ぶとき邪魔しよるで。わった、わった、虫網やった。出せ、おい、バサルモモ。ない、祈れ、カモン。ここしかないね、バサルモモ。あー、バサルモモ。ドスイオス一撃やねんけど。え、そん、虫網壊れた。おお、だが私には虫網活業あります。さっ、おら、来い。やくそ、バサルモモどうなる。待ってくださいよ。もう全然出んやん、これ。やばい、そこお前、お前そこなんか行かしてないわ。これ以上何もない。うわやばいぞ。バサルモも今回不可能になりました。やばいぞ。とりあえず俺はどうする。3番行こうかな。3番失敗ある、とりあえず。そう、3番でちょっと運ぼうかな。ま、また戦闘中。あ、待って、2番にトスファンゴールか。4番が何を。協力プレイでやるしかない。いや、3-4で帰れるから、めっちゃチャンスやね、3番の。倒した、バサル。オッケー、よし。とりあえず一応解読。3番の尻尾するか。そうやな、今現状それが一番いいかもしれん。ええかもしらんな。オッケー、それ手羽先。じゃあ、あがんねえねん、バサルも。じゃあポイントいるやろ、一応ポイント。いや、まあ、いらんポイントいらん、ポイントいらん。せせり。ポイントいらんて。焼き鳥屋さん、こいつ。焼き鳥屋。ポイントいらんて。とりあえず、なんか、あの、そうそう、飲め。いっぱい飲め。強制薬飲んで。全部飲め。とりあえず、俺が4番行って、うん。だめ、TA ちゃうねん。ちょ、クラドリよ。クラドリ。あ、危ねえ、クラドリ飲まな。でも、どうせまん。まあまあ、まあ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 
何？え？何出た？ん？何？ん？何これ？岩流岩。もうええてぇ！ラストラストラスト！来い！来い！あー無理や、出へんかった。何？な、一緒一緒。あ、やばいわ。めっちゃもう俺ら残された選択肢、残された道何？文献と8番のピッケルしかない。とりあえず8番のピッケルしてくるわ。文献の片割れは確かクラドリーラのところは678やから234ないわ。俺234の最終でくる。あ、232の最終行けや。2の最終。いや、まだ俺クラドリー残ってるから678最終できます。オッケー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 。678の最終に行ってきます。オッケーオッケー、それで行こう、それで行こう、それで行こう。とりあえず俺は8番のラストピッケル、これで出んかったらもう終わり。いや俺らなら出る。信じる者は救われる。でもまだピッケル足らんっていうのもあるね。なんでもどっかで採取できんちゃいまか。ピッケルが欲しい。さっきヤオザミから。俺今どこにおるの。うわっくそ、ガブラスか。7番で採取します。マジか、ガブラスか。カップ3段は多分違うよな。これすぐガブラス、ガブラス、ガブラス。え、でもあれ運搬それ。運搬じゃないけど、邪魔されたらあかんことなのか。ガブラス眠らしてる。ね、眠らせて、眠らせんのも倒したも早ない。じゃあ余ってたから。おらー、ボロピッケル登った。え、7番の俺の俺ポジション、ボロピッケル出まして。オッケー、ナイス。そのまま8番来てくれ。オッケー、ボロピッケル2個あるでよ。おい、やっぱやっぱやばい。それは3つ目。あっ、うそ、ほんとそのパン、やばい。ドンドルマリー、なんやねんそれ。ドンドルマリー、おのの小鉢、おのの小鉢ください、おのの小鉢ください。ボロピッケルさんって言いました。ナイスすぎる。ボロピッケルさんやばい。おのの小鉢、おのの小鉢。オッケーオッケー、おのの小鉢あったら勝ち。オッケー、どれ、78番で俺ピッ、あ、ピッケル来れた。ちょ、来てくれ。嘘った、俺行ってくるわ。来てくれ、俺の体力が限界。ちょ、クラドリーの、さっきの場所覚えた。7番の丸いとこ、あの下の方やろ。覚えてる覚えてる。そうそう、丸い、あそこね。あれ、よいしょ。これ今どこおる。6番、今6番おる。6番、そのまま上来たら8番。6番でっかい。今の6番は出へんのか、ピッケル。6番な、8番か。うわ、何、岩壊してピッケルのとこ出てきた。絶対ここや。それや、待て、落ち着け。オッケー、プロピッケル全部俺にくれ。オッケーオッケー。お前7番回収もう一回行ってきてよ。いやいや、俺回収もできへんて。お前が回収すべきや。俺に渡してくれ。ねえねえ、プロピッケル。いや、お前回収したほうが早いって。俺も採取できへんねん。画面上や、画面上。いや、画面上わかるけどさ。え、どういうこと、今何の話してる。画面上、いや分かるけど、7番俺採取できへんねん。お前が採取したら採取できへんのか。そうそう、効率いいで、お前採取。オッケーオッケー、じゃあお前任した。画面ないのに関係ねえよ。そういうことか。え、な、名前何。そう、7番いけ、7番採取。オッケーオッケー、7番ね。ピッケル取ってこい。そう、残り10本かよ。ピッケル取ってこい。7番ね。ピッケル取ってこい。オッケー。な、名前何やったっけ。何やってるの。小野の小町、小野の小町、小野の小町。それだけ出してくれ。オッケーオッケー。7番の下ね。7番の下、ここ、こっちか。もう丸の右のとこ、ここやね。オッケーオッケー。そうね、そうね。ヤマザメがエグいな。一体もう、そこは全然出へんぞ。マジで今回やばい。火山やばい。火山エグいわ。ここ赤いとこやな。そこ、なんか、なんか、あ、アイテム出へん。ポロビキュー、そう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 。マックス何個や。5個やな。オッケー。ここ、ポーメラ、いらんて。ほんまに出へん。ほんまに出へん、これ。来た、ポロビキュー2。よしよしよし。ほんまに出へん。ドメネモリ投げないふわい。ほんまに出へん。あ、2個しか出んけど。あ、ボロピッケルマックス3やん。ほい、マックス3か。ほんまに出えへん。え、そんなことある。あと、もうなかった、ボロピッケル。まだ3つある。まだ3つある。オッケーオッケーオッケー。全然1個壊れた。ボロピッケルめちゃ粘る。めっちゃ粘る時ある。やばい、連続で壊れた。やばい、やばいね、やばいね。連続で壊れた。これ以上何も出ませんって出たらもう全ての終わりや。まだ出えへん。いける、お願いや。壊れた、やばい、壊れた。うわ、出へんかった。あ、やばい、これ以上何も出ませんよ。じゃあ、そそら出へんが、ボロピケルなくなった。やばー。え、どうしたらいい、これ。早く来いって、俺、クラドリもなくなった。もう無理や。いや、もういいよ、お前もう何もすることない。あるよ。何、あ、あれ、採取してくる、234。あ、234やな。行ってくる、234採取や。両奇跡、きつすぎの。めっちゃきつい、これ、めっちゃきつい。いや、なんやねん、これ。ここないでろ、こう、さ、8番採取。8番採取は、破れた故障。破れた故障、破れた故障、破れた故障、破れた故障。バサルモンも出た。バサルモン、ええ、バサルモンも出たの。これ8番最初でバサルモンも出たで。え、あれあれあれ、攻略サイト、
俺8番の採取でもうここの茂みでバサルモも出たけどあれ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 とりあえずゲットだぜ。ボールピッケルをなくなった。あれ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 バサルモ10は申し上げだけのはずやねんけど、678すげえ採取するわ。なるほど、バサルモも出たな。どうしようか。あともう故障集めしかないな。そうやな、一回俺じゃあ232行こうかな。オッケーオッケーオッケー。うん、バサルモも出た。もうピッケルはあの最初のところはもう何も出ません。出た、いや出てないけどピッケルがもうない。ここもう一回採取したらピッケル出るとかない。俺はそこバサルモモやな。あ、これ何もないんか。バサルモモでした。え、どうしよう。一旦2いってきまーす。俺もお前2以外出る採取やってくれたら嬉しいな。2以外出る、678か。そうそう、採取でなんか678の採取で調光させよう。6、OK、678もあります。それでいこう、それでいこう。ラストそれや。バサルモモ出るんだ。で、出たねびっくりしたよ、衝撃的。3段に、あーくそ、ここちゃうか。2の採取どこ。破かれた、破かれた。古書か、これ3段っぽいから多分な、今までの傾向で多分これないねんな。せやな、3段系は段。待って、これでかい、2番でかい。今の奥が採取ポイントや。でかい、頑張って倒潰します。それ時間エグいの体験やと。ほんま、ボディチェンジするか。ボディでも暗くない俺。あ、そういうこと。俺もう一個あげるわ。オッケーオッケーオッケー。ちょっと6の採取だけ終わったら、まあ、どの道一旦犬二人で採取した方がよくない。あ、そうか。まあまあ出たら移動って、その間潰せるだけ潰すわ。オッケーオッケー。それで出る。そんなに無理かな。ため、あ、そうか、クラドリないのがきついんか。カザマクラドリがえげつない。でも34別に死ぬ寸前まで。まあまあ探せますよ。34やったっけ。3468じゃなくて。うん、俺678回ってる。オッケーオッケー。34回っておくね。ほんで34さっき回るかな。そうそうそう、2番はでかいはあるわ。7がきついか。34か。678、オッケー、34いくわ。678、6、じゃあ6いった方がいったんやか。2番は今あります。678と234で出るもんちゃうね。んでも、ん234でとりあえず切れ、俺キラーシ狙いいくわ。オッケーオッケーオッケー。とあの故障狙いでいく。故障狙い。オッケーオッケー。34でちょっとあの切れ足狙います。6岩ある。ここや、6の岩やろ。6岩、6岩で多分故障出る。上理、ここなんか熱い。上理は出る。おらー、逃げ。6岩、ここでなんかアイテム採取あれば。あ、ピッケル最悪か。6の採取、ここ岩しかないか。この岩記憶あるぞ。あ、残り5分。嘘だろ。きつすぎるな。バサルモも一本勝負唐突なバサルモも。クソ、いいよ、お前変わってる暇ない。モータル爆弾。え、違うんか。もう3も無理か。4番いい。美しい自分。美しい自分。いいよ、すにドスボコられしてる。クソ、ボコられてるな。あ、どうしよう。あかん、もう全部空振ってるわ。いった、もうダメや全然ダメや。どうしよう、これどうしたらいい。もう無理か、諦めようか。ダメや、最後まで諦めんなよ。あ、くそ、あらー、なんか初期1個でも手に入れろ。1個でも手に入れろ。うん、そしたらお互い戻り玉使って戻って、そう情報できるから。そういうこと、そういうこと、そういうこと。ここちゃうかな。678の採取。よ、来た、故障停止だ、故障停止だ。あっ、逃げ、逃げて、バカだ、戻り玉。2、オッケー。2行ってくれ。オッケー。それじゃあ一応渡しておいて、これで時間あタイムアップになってもオッケー。ラジャラジャラジャ。と2行ってガチで何やったっけ？俺今アイテム何やったっけ？だって2の岩壊して採取。そうそうそう。以上何も考えるな。オッケー。クエスト時間残り考えてもしゃあないか。考えてもしゃあない。2番。俺今破かれた故障やった気する。あ、え？ん？いけるんか？2番の岩どこや？2番の岩。今何点入れた？ここか。いや、見てる時間もない。そのあるよ。何を見てたかっていう。なんで分からんの。どれや。なんで記憶なくなってんねん。どういうことや。これ。なんか持ってない。え？持ってない？持ってないって何？持ってない。分からん。え、待って、持ってないってどういう意味や。分からん。でも、後で動画見返すしか分からん。これ何も持ってない。持ってない？持ってない。お前夢見てた。夢見てたかも。分からん。ほんまに俺今。
混乱してる。マジで、これはマジで。え、そう、なんかお前は脅かすつもりが全くなくて、俺も最初場所なくなったわ。分からんねん。4番最初なくなった。オッケー、じゃあ残り2番行ってくる。よし、え、分からない、分からない、分からない、ほんまに分からない。え、どういうこと、どういうこと。コショウ切れ端、わかんない。今何があった、ほんまに何があった、ほんまにわからない。え、どういうこと。いや、え、何が起こった。え、え、じゃあわからない、わからないよな。もっとわからない、わからないよな、もっとわからない。待って、まあ、待て、まず今を整理しよう。今ここ切れ端あるんやろ。いや、切れ端ある。じゃああれ、ここしょ、6、7、8やろ。そう、それ行こうや。じゃあ違う、違う、やらかした。なに俺、破かれた古書をもらって、じいさんに渡してもうた。調合する前に。マジかよ。じゃあ、もう一個出そうや。いや、これ、マジで出ない。何番出たん？6番の。6番、俺もう採取したかな、6番。6番の。一回行くわ、6番。ま、大丈夫。まだ1分半ある。いける。そうか、俺ポイントないとあかんと思って。え、それ、あ、そう、あ、そっか。あ、まあ、いける、6番行こう。1分あるから諦めんなって。調合せればええんかな。もう1個出したるわ。行くぞ、早く6番。めっちゃ頑張ってる、今めっちゃ行ってる。だ、俺が出ればいい、出ればいい、俺が。お前、どこで。いける、今よっす、あ、いいっす。周り片しといて。いや、意味ないか。そう、意味ないんか、周り方しても負けない。あと1本ある、1本4、OK。 1本4秒、もうあと1本しかない。場所だけ教えてくれ。6番の俺の塔来てくれたら OK。 6番の俺の塔、どの辺教えてくれ。おると思う、ここや。 OKOKOK。 あー、もう、いや、すごい、いいよ、しやめてくれ、もう本当に、あー、もういいや、俺死んでもいい、もういった、クソ、いいよ、すれめくる、お前、これ以上何もないようだ、任せろ、俺がいいよ、いいよ、倒せ、俺の前でハゲ、ハゲて、俺に箱渡してくれたら超モンスロー。俺が分かってる、全部分かってるね、俺分かってるけど、おらー、美しいしめじ、よし、あと26秒、美しいしめじ、あー、よし、あと26秒、倒せ、回るせ、倒せ、全部倒せ、ボロピンケル、今いりまへんて。オッケー、お願いよ、超モンの画面で待ってる。こしょ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 、出た、こしょ、くれ、早く、いける、待て、はい、こしょ、超モン、早く、ほんまに早く、あと10秒しかない、10秒しかない、できた、え、できた、ああ、あと3秒、え、およっしゃー。画面消えたって、画面消え、もうピー、あ、帰ってきた、音入ってるこれ。え、いけるか。まあまあ、ええか。画面消えた、おらー、なんぼのもんじゃい、シャーラー、諦めへんかったらできるんやで。あぶねえ、マジ、ちょっと待って、今手に入れた、分からん、ちょ、できた、俺出たよな、ショー、記憶あんまないけど、俺今ショー出たよな、え、ちょした、今自分分からない、ん、待って、今逃げた、分からん、変なじいさんに渡す、え、今逃げた、もう結果次第やん、うん、分からん、ほんまに。いけた？いけた、俺分からん。俺出たよな、多分。出たっけ？俺も調合できたっぽいねんけど。俺記憶なくなった、今ので。え？出たか。分からん。あれ？分からん。で、多分俺出た記憶ある？え？出たよな。でも出て調合した。成功したの？そうやね。多分、いけてたらバサルモモと、ショーやな。ショーが。いか、確認しよう。故障ないわ、故障ない、あれ俺間に合ったよな、あれ間に合わんかった今の。記憶がない、あれ故障間に合ったよな、俺間に合ったよね、もうできたよな、あれ、あ、ん、おっちゃん預けなあかんのかな、いや、そんなことバサロモン預けてないもん、お前、俺預けたね、預けたんや、うん、あの、横通りすがる時にまだした、おっちゃん渡さなあかんのかもしれない、渡してからが、マジかよ、マジか、あ、だからおっちゃんに渡して初めてカウントされんねん、だから戻り玉とかめちゃめちゃ銃敵の使ったかったもん、最後も行って、あ、そう、マジか、
あん時戻りの熱かったら2番行くためやったわ。多分お前が俺に渡して俺が調合して成功して戻り玉使えばギリいけたかもしれん。でも残り4秒やねんな。間に合っちゃう前に走りたとこやん。うわーマジかよ。やばい今の。マジかよ。ふぅということで続々するぜ。今回の火山は2個取れたと思いきや1。火山むずすぎろって。これなんか難易度上がっていってんかな。かもしらん。めっちゃ難しい火山。えぐかったな。火山マジでむずい。バサロモスの尻尾にいいやしな。ということでオッケー、まだ次回10回のトレジャーいきます。いきます。まだ見てこれよな。うわマジか。トレジャースタイジャー。マジかマジかよ。持ってたらあかんねよ。カモンだ。でも気づけたやん。これに一瞬消えたやん画面。うん、あれは関係ないやろ。接続や、多分 PSP の接続やから。あれは多分ゲーム内では関係ないと思う。実際ここに来れてるしね。頑張ろう。